はい、どうもタンタンです。今日はこちら大人気セイレンですね。こちら入荷してまいりましたのでご紹介いたします。セイレンで今回はうちがオーダーしたわけではなくてですね、シンジさんの方で、まあ、こうある材料とかいろんなところで、作りたいもの、作ってみたいもの、そういったのをまあ考えてそれを作ったといった感じでございます。まあ、それをね今回、まあ、運よくうちの方で分けていただいたんですけれども、なのでこういうスペックとかも多分このまずボディ、それからネックと、あとねこれ魔法狩りなんですけどね、ヘッドプレート貼ってあります。インレイ入れるっていう関係でしょうね。うん、なんですけども、ここに全て、ホンジュラス魔法狩りをまず使ってる。今となっては貴重なホンジュラス魔法狩りボディですね。で、まあ、多分このマホガニーボディの雰囲気に合わせてということだと思うんですけれども、この全体にヘリンボーンですね、このボディトリムの部分、ロゼッタの部分、そして、シバンセンターの部分ですね、ここまで全てがこうヘリンボーン柄で入れられており、すごくね、まあ、昔ながらのデザインというかすごくシックな雰囲気、懐かしい雰囲気というかな、そんな感じの仕上がりになっている一本でございます。はい、でも音はやっぱりセイレンのね、こうなんていうのかな、澄んだ綺麗な音っていうのは、そのままですね。魔法なので少しコアのモデルに比べると優しい雰囲気ではあります。この広域の方まで、この辺りまでしっかりと綺麗に音が出て、しかも伸びる、感じですよね。音量もありますしね、こうセイレン、これコンサートサイズですけれども、そんなにボディ自体がね大きいわけではないんですよね。ですけれども、こう非常に迫力のあるしっかりとした音が出る。でもこのマホガニーらしい優しさ、こうクリーンで澄んだ音の中にもこういった優しさがしっかりと感じられる、やはり素晴らしい一本なんじゃないかなと思います。で今回はね、このホンジュラスマホガニーボディコアを使ってないっていうこともあってですね、かなりセイレンのウクレレの中では、今までねここ最近入った中でも非常に価格抑えめになってるんじゃないかなと思いますので、こうセイレンウクレレのねこう魅力を感じたい方には非常におすすめできる一本なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらセイレンからコンサートサイズですね、モデル名 SLC の160というモデルで、ボディがホンジュラスマホガニー、ネックもそうですね、そしてヘリンボーンの柄を、こう装飾をねふんだんに使った一本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。